階段の皆さん、こんにちは。愛知県名古屋市で活動しておりますカノンと申します。今回結成4年目の祭りで、このような素晴らしいステージに立たせていただいて本当にありがとうございます。今まで支えてくださった皆さん、本当にありがとうございます。今回踊らせていただく作品のタイトルは暑さの始まり。暑さの地に草薙の剣が祀られ、それが暑さ神宮の始まりとなりました。山叩き亡き後、宮津姫により草薙の剣を収められるし、暑さ神宮とそこを中心に広がっていく町の繁栄を僕たちの演舞で表現したいと思います。精一杯踊らせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。